コンパックコンピュータコーポレーションは1982年に設立されたパーソナルコンピュータ企業。1980年代、リバースエンジニアリングとクリーンドリーム設計により IBM の権利を侵害せずに世界初の IBMPC 互換機を低価格で製造した企業の一つである。PCAT 互換機メーカーとして1990年代には 最大の PC メーカーの地位を確立したが、2001年にはデルに逆転された。2002年、ヒューレット・パッカードに約250億ドルで吸収合併されるまで独立企業として存続していた。HP 社との合併後は、2013年まで PC 製品のブランドとして存続した。TI の管理職だったロッド・キャニオン、ジム・ハリス、ビル・マートの3人が創業した。 マートは1987年に退社したが、キャニオンとハリスは1991年の経営刷新でコンパックを離れ、公認の CEO はエッカード・ファイファーとなった。会社立ち上げの際に資金提供したベンローゼンが1983年から18年間会長を務め、2000年9月28日に退職。公認は1999年に CEO となっていたマイケル・カペラスとなった。コンパック本社の航空写真。現在は HPUSA 本社となっている。買収前のコンパックの本社は、アメリカ合衆国テキサス州、ハリス郡北西部の非法人地域にあった。現在は HPUSA の本社となっている。32万平方メートルの敷地に15のオフィスビル7つの工場。 カンファレンスセンター、従業員用カフェテリア、研究所、倉庫、科学薬品取扱施設などがある。キーボードとマウスに印字されたかつてのコンパック社の旧ロゴコンパックは1982年2月、半導体企業テキサスインストゥルメンツ社の上級マネージャロットキャニオン、ジムハリス、ビルマートラの3人が1000ドルずつ出し合って設立した。 ベンジャミン・ M ローゼンとセビン・ローゼンファンドが初期の資金を提供した。コンパックの最初の PC のアーキテクチャは創業者らがヒューストンのレストランで話し合っている時にテッド・パパ・ジョンがナプキンの上に書いたと言われている。創業時の社名はゲートウェイ・テクノロジーだった。コンパックという名称はコンパチビリティクオリティの略とされているが、この説明は後付けである。 創業期の営業担当重役ジムダレゾとスパーキー・スパークスは IBM の PC 部門から招かれた。他に1980年代後半から1990年代前半にかけての華々しい成長を支えた重役としてロスエクリー、マイケル・スウェブリーがいる。コンパックポータブル登場コンパックポータブル1982年11月コンパックは 最初の製品コンパックトポータブルを発表した。これは IBM PC 互換のパーソナルコンピュータで持ち運び可能という特徴があった。発売は1983年3月、価格は2995ドルで、当時の競合機種であるカナダ製のハイペリオンと比較すると極めて手頃な価格設定である。 コンパックポータブルはその後のラップトップパソコンの先祖でもあるが、スーツケースのような大きさだった。PC 互換機としては2機種目で、IBMPC 用ソフトウェアがすべて動作する。これが記録的なヒットとなり、初年で5万3千台1億1100万ドルを売り上げた。その後、コンパックポータブルはシリーズ化される。コンパックが IBM クローンを合法に製造。 販売できたのは IBM PC の部品の大部分が既製品だったためである。また、マイクロソフトはその OS を IBM 以外に販売する権利を報じしていた。したがって問題は BIOS だけだったが、コンパックは100万ドルをかけてクリーンルーム設計で BIOS を作り上げた。フェニックステクノロジーズがすぐさまこれに続いて互換 BIOS を開発、他にも複数の企業が 互換バイオスを開発して販売するようになったため、パソコンメーカーはそれを買って PC、PCAT 互換機を作れるようになった。コンパックデスコープロー1984年6月28日、インテル8086を 7.14MHz で駆動する16ビットデスクトップ機コンパックデスコープローをリリース。当時の IBM PC よりずっと高速で、コンパックポータブルと同様、 IBM 用ソフトウェアを実行できる。これが、コンパックデスコープローシリーズの最初の製品である。コンパックデスコープロ386,986年、最初の8386マイクロプロセッサー、搭載 PC、コンパックデスコープロ386を登場させた。当時、IBM はまだ386を使っておらず、これによって、ついに、 IBM の追随ではなく p c a t 互換機の側が技術と市場とユーザーを先導する側に転じたのである。IBM が386機をリリースしたのは7ヶ月後である。発表後の3ヶ月間、デスコプロ386には Windows386 が同梱された。これは Windows2.1 の386対応版で、 仮想86モードサポートをコンパック自身が追加した。コンパックシステムプロ IBM に対する技術的優位性は1989年後半のシステムプロサーバのリリースでさらに強まった。デュアルプロセッサ搭載可能で RAID をサポートしたサーバだが IBM の MCA に対抗して設計された ASA バスを搭載した最初の製品でもある。 ASA 開発に至るまで、コンパックは MCA のリバースエンジニアリングに多大なリソースを投入していた。MCA のクローニングを諦めると、コンパックは HP 及び他の7社と同盟を結び、ASA を開発することにした。創業者キャニオンの追放北米英部門のトップとなっていたマイケル・スー・エブリーが1991年7月12日に引退すると、 エッカード・ファイファーが後を引き継いだ。ファイファーはまた c o にも就任。ファイファーはテキサス・インスツルメンツから転職し、ヨーロッパやアジアでの事業基盤を一から構築した。ヨーロッパ支社設立資金として渡されたのは2万ドルで、ファイファーは1984年、コンパック発の海外オフィスをミュンヘンに開設した。1990年には、 ヨーロッパ社の売り上げは20億ドルとなり、コンパック全体の54%を占めるようになった。同じ1991年、会長のベンローゼンは創業者の一人で、社長兼 CEO のロッドキャニオンを解任し、ファイファーを社長兼 CEO に就任させた。レル、AST リサーチ、ゲートウェイといったライバルの低価格路線に追随できず、コンパックとして、 初の赤字を計上した責任を取らされた形である。あるアナリストは、コンパックは過去1年半の間に多くの戦術的過ちを犯した。彼らは流行仕掛け人だったはずなのに、今はもたもたしていると述べた。ローゼンとキャニオンは低価格なアジア製 PC への対抗策で合意できなかった。キャニオンは社内で低価格 PC を作ることを主張したが、ローゼンは 部品供給業者から標準の部品を購入して素早く、市場に低価格 PC を投入すべきだと考えていた。キャニオンは18ヶ月で低価格 PC 生産ラインを構築する計画を立てたが、ローゼンはキャニオンには知らせずに、コンデックスに技術者チームを派遣し、キャニオンの計画の半分の期間でもっと低価格な PC を生産できるという事実を知った。 さらにキャニオンの合意を得ながら進めていく経営スタイルは市場への反応を遅くすると思われていた。一方、ファイファーの独裁的スタイルは価格競争には向いていた。ローゼンは14時間の取締役会を開催し、キャニオンには知らせずにファイファーへの数時間に及ぶインタビューを行った。結果として取締役会の総意としてファイファーが選ばれた。キャニオンは コンパックの取締役として残留する申し出を断った。1999年、キャニオンは自身の追放劇について私は燃え尽きていた。私は去る必要があった。彼は私に強い切迫感がないと思っていたと述べた。キャニオン追放の2週間後、創業者の一人、ジム・ハリスを含む5人の重役が辞任した。これは、 早期退職勧告や急な降格の結果である。シェア拡大1990年代初期、コンパックはプレサリオによって低価格 PC 市場に参入した。1990年代中盤には1000ドル以下のパソコンの市場に初めて投入した企業となった。低価格路線を維持するために、コンパックはいち早く AMD やサイリックスのマイクロプロセッサを使用し始めた。 このコンパックの仕掛けた価格競争によって多くの競合企業が振り落とされていった。例えばパッカードベルが有名である。1994年にはアップルを抜き、IBM をもしのぐようになり、初めて年間を通じ世界主位になった。コンパックは競合他社に比べて在庫と荒利益が良く、それが価格競争遂行の原動力となった。 経営人刷新1996年、売上も利益も好調だったが、ファイファーは経営人刷新を開始した。ファイファーはコンパックトを単なる PC メーカーから脱却させ、IBM のような IT サービスや IT ソリューションを提供する高収益企業に成長させようと考えていた。1996年5月、アール・メイソンを CFO に招いた。 メイソンの指導の下で、コンパックは単に利益や売上に集中するのではなく、より効果的な資産活用をはじめ、1年で保有資金が7億ドルから50億ドル近くにまで増えた。また、株主資本利益率は25%から50%へと倍増した。1998年1月、コンパックは絶好調に達した。CEO のファイファーは、マイクロソフトとインテルの ウィンテルは、ウィンテルパックという言葉で置き換えられるだろうと予言した。買収ファイファーはさらに大きな買収をいくつか言った。1997年、コンパックはノンストップシリーズで知られるタンデムコンピューターズを買収した。これによってコンパックはハイエンド市場に参入することとなる。さらに1998年、デジタルイクイップメントコーポレーションを96億ドルで買収した。 DEC にはコンパックの2倍の従業員がおり、1970年代から1980年代のコンピュータ市場をリードした会社だが、この頃には低迷していた。この買収によって単純な売上高の加算で見ればコンパックは IBM に次ぐ世界第2位のコンピュータ企業となった。しかしファイファーは合併した企業をどうするかというビジョンをほとんど持たず、 しかも三つの大きく異なる文化をどうやって一つにまとめるかも考えていなかったため、コンパックはローエンドとハイエンドの狭間で混乱する羽目に陥った。ワシントンの調査機関ストラテジックニュースサービスの社長マーク・アンダーソンは、彼らは株主には良さそうな目標を見えたもの、2000年までに500億ドル企業になるとか、IBM を超えるとかいった話を聞かせられたが、 顧客に提示できるようなものは何もなかった。新 CEO は、エッカードが買収したものをすべて見回して、それで顧客が何か利益を得たのかと自問するべきだった。答えがイエスでないなら、それを取り除くべきだったと言ったという。一方で、p c 市場では、デルと激しい攻防を繰り返していた。デルは、通常の販路を迂回して、直販を行い、在庫を最小にすべく注文に応じて、 マシンを組み立てる方式を採用していた。同時に、コンパックは DEC やタンデムを買収して時間が経っていないが、IBM や HP のような大手システム企業になろうとしていた。ファイファーの追放1998年夏、コンパックは製品品質問題に悩まされることになった。またファイファーは、ローゼンが次期社長候補となる人物をリクルートすべきだとした提案を拒絶した。 ファイファーが最高財務責任者のアール・メイソン、上級副社長のジョン・ローズ、人事担当重役のハンス・ガッチの3人だけを徴用したため、取締役会には不満が広まっていた。1999年4月17日、市販機の利益が大方の予想の半分になるという発表の9日前、弁労前の根回しによってファイファーは CEO を解任された。 伝えられるところでは、4月15日に開催された特別取締役会で、ファイファー解任に異論は出なかったという。ファイファーの在任中の6回の四半期のうち3回で会社の売上や利益が予想を裏切った。ライバルのデルは1999年第一、四半期のアメリカでの PC 売上が55%も、伸びたがコンパックは10%だけだった。 ローゼンはインターネットによってもたらされた変化に、コンパック経営陣がついていけていないのではないかと、示唆し、インターネット時代を迎えて産業が変化しており、インターネットの速度を追随するように組織的、柔軟性を持たなければならないと述べている。ファイファーは声明で、1983年に入社して、以来、コンパックは長い道のりを歩んでおり、 ベンの指導のもとでこの会社は、その可能性を実現するだろうと信じていると述べた。ローゼンは、コンパックの電子商取引の競合他社と型を並べるようにすることを第一とし、同社の優柔不断さを改善して、経営を効率化することに努めた。ローゼンは、暫定 CEO を兼任し、間もなく、ファイファーに近かった多くの重役を辞任させる、大掃除を開始した。ジョン・ランドは、 上級副社長でサービス事業部長でファイファーの後継者と目されていた。彼の部門は1年前の同市半期で比べると1億1300万ドルから16億ドルへと躍進していた。CFO のアールメイソンは PEC 以外の業界で会長職の打診があり、それを受けてコンパックを辞めた。ジョン・ローズはエンタープライスコンピューティング部門のトップだが、 その部門は、売り上げは全体の3分の1を占め、利益も大きな部分を占めていた。彼らはいずれも辞任した。ローゼンは、ファイファーの公認として、これまで CIO を務めていたマイケル・カペラスを選んだ。カペラスが、社長兼 CEO となって、数ヶ月後の2000年9月28日、ローゼンが会長を引退し、カペラスが、会長も兼任することになった。 クトーカペラスは、ファイファー時代に失われた輝きの一部を取り戻すことに成功し、また悪化していたマイクロソフトとの関係も修復したが、デルトの競合には依然として苦労し、2001年にはトップの座を奪われた。1999年11月、マイクロソフトと共同で小型のウェブベースのコンピュータ MSN コンパニオンの開発を開始した。1998年、 ネビジットと販売と危機器提供の協定を結んでいる。この協定でコンパックはネビジットのウェブホスティングサービスを販促することに合意した。見返りとしてネビジットはストレージおよびインテルベースのサーバの主要プロバイダーとしてコンパックを指定することになっている。インターネットバブル崩壊によりコンパックも業績が低迷することになり、特に2001年と2002年のハイエンドシステムの 売上が低下し、その間はほとんど利益を上げられなかった。またこの頃、17億ドルの短期債を抱えることになった。カペラスが CEO に就任した当時25ドル前後だった。株価は2002年には半分にまで下落した。HP コンパックブランドの PC と HP デスクジェット5740プリンター2002年コンパックは ヒューレットパッカードに242億ドルで吸収合併されることに合意した。144億5000万ドルはグッドウィルである。コンパック株は1株あたり HP 株0.6325株と交換されることになった。近年のコンパックの財務成績悪化とコンパックの資産評価をうのみにしたことから HP の提示した額は課題だと言われた。 HP の年間売上高は470億ドルで、コンパックトは400億ドルだった。単純に合計すれば、IBM の900億ドルにほぼ並ぶ。節約による効果は2004年半ばまでに25億ドルと見積もられた。コンパックと HP で、それぞれ8500人と9000人のレイオフが予定され、最終的に従業員数は14万5000名となる。 両者はそれぞれ臨時株主総会を開催して、それぞれの株主から承認を得る必要があった。コンパックの株主は、満場一致で合併を承認したが、HP では一部大株主が反対したため、委任状争奪合戦が始まった。反対したのは創業者の息子、ウォルター・ヒューレットとデイビッド・ W ・パッカード、カリフォルニア・パブリック・インペロイス・リタイアメント・システム、 オンタリオティーチャーズペンショーネプランなどである。コンパック買収は正規ではなく、買収しても IBM には追いつけないし、デルの直販モデルにもかなわないし、何より HP とコンパックでは、企業風土が違いすぎるという抽象もあった。合併支持派は、スケールメリットを強調し、PC の売り上げが、プリンターやカメラの売り上げも押し上げると主張した。ウォルター・ヒューレットは、 PC 事業は利益率が低くリスクが高いため貢献しないし HP が伝統的に強いイメージ処理やプリンターなどの部門が弱体化する危険性もあると主張した。コンパックの数少ない良い点はサービス事業で HP のサービス部門よりも優れていた。HP の株主総会でも合併は僅差で承認された。しかし直前に ドイツ銀行との密室の取引があったなど、票を買収したのではないかという噂が付きまとった。後に合併を後押しするために、ドイツ銀行廃下の投資銀行の株を2002年1月に購入していたことが明かされている。HP はあくまでも合併承認とは無関係に100万ドル提供を保証し、後で別に100万ドル支払うことに合意した。2003年8月19日、 米証券取引委員会は、ドイツ銀行が顧客の委任を受ける際に、実質的利害対立を明らかにしなかったことが罪に当たるとし、75万ドルの罰金を命じた。ドイツ銀行は罪を認めるか否かは明らかにせず、支払いに同意した。合併前のコンパックのティッカーシンボルは、CPQ だった。HP のティッカーシンボル HWP と組み合わせて、合併後のティッカーシンボルは、 HPQ となった。かつてのコンパック本社は HPUSA の本社となっている。合併をスムーズに行うため、コンパックの最後の会長兼 CEO、マイケル・カペラスは HP の社長に就任し、カーリー・フィオリーナが会長兼 CEO となった。カペラスは就任から約6ヶ月後の2002年11月12日には社長を辞任し、ワールドコムの CEO に就任し、 ベライゾンへの身売りを指揮した。なお、HP の社長の座は空席のままで、単に社長ではなく、CEO に報告するようになった。カペラスが去った後、フィオリーナは3年弱の間 HP を経営した。HP は数千人の従業員をレイオフしたが、株価は下落し続け、利益は回復しなかった。コンパック出身の重役も辞任、または解任された。どちらも、 PC を製造していたので一時的に世界一になったがすぐにシェアを出るに奪われた。ハイエンドサーバー市場でも IBM と対抗することはできなかった。さらにコンパックの停滞した PC 製造部門と HP の高収益なプリンティングイメージング部門の統合は校舎の収益性を薄めるものとして批判された。結果として 合併反対派が言った通りになったが、すべての原因は PC 事業の利益率が低いことであり、2005年に IBM が PC 事業をレノボに売却したことからもそれがわかる。2005年2月、フィオリーナは解任された。公認としてカペラスの名が上がったこともあるが、新 CEO 兼社長としてマーク・ハードが招かれることになった。 ハードはまず PC 部門とプリンティングイメージング部門を分離した。その後のリストラで PC 部門は息を吹き返し、プリンターよりも利益を上げられるようになった。2006年後半には品質に問題を抱えていたデルからトップの座を奪い返し、その後も世界一を続けている。2009年現在もデル、エイサーを抑えて世界第一位である。 コンパック製品の多くは HP のブランド名に変更され、例えばプロライアントサーバーなどとなっている。ブランドとして浸透していたコンパックプレサリオなどはそのままの名称で存続していた。企業向け PC はコンパックエボが好評だったので HP の企業向け PC はなくなり、エボを HP コンパックとブランド変更した。それらをベースとして主にエンターテインメントや見栄えの面で 付加価値を高めた HP パビリオンシリーズが派生している。PDA は HP のハーノダではなく、コンパックの i p a c が存続し、h p i p a c となった。2007年5月、HP はコンパック部門の新たなロゴを発表し、今後コンパックプレサリオの新機種で使用するとした。2010年、プレサリオが HP2000 シリーズに置き換えられた。サーバなどでは、 HP コンパックのブランド名が残っている。2011年8月18日、PC 事業グループの一部、または全部をスピンオフする計画を発表。PC 事業は利益率は低いが、HP の2010年の売り上げの3分の1を占めている。販売台数でも依然として世界第1位で2011年第2四半期には1490万台を 売り上げており、ガートナーによれば市場シェアは17.5%である。ドス、V ドス、V の普及も参照のこと。1980年代はカテナなどの販売業者を代理店として、主として外資系企業向けに細々と販売されていたが、1990年に日本法人を設立。1992年3月に日本市場向けの製品を発表して、 日本のパソコン市場に参入する。1992年10月、当時日本でも、わずかずつ普及が広まっていた、ドス V ベースの AT5 換機を、最安のモデルで128,000円、標準モデルで198,000円と、同程度のモデルの日本におけるそれまでの価格よりも、大幅に割安な価格で発売した。これにより、それまでの日本のパソコン市場における、 NEC の PC-9800 シリーズの圧倒的なシェアをある程度崩すことに成功し、98シリーズが価格を下げざるを得なかったのは、もちろんのこと、同じく AT5 換気で98に対抗していた。オットグゼも追随したことにより、結果として多勢力も含めた AT5 換気の普及を大きく加速した。この価格破壊と、それに伴う一連の動きは、 コンパックショックと呼ばれた。コンパック日本法人のその後は、業務向けや家庭向けデスクトップや、ノートパソコン製品、サーバー製品をコンスタントに発売し続け、本国同様に1998年に日本 DEC を吸収後、2002年に日本 HP に吸収されて、現在に至っている。コンパックは1994年から1996年まで、2シーズン前から、 プレミアリーグで戦っていた、クイーンズパークレンジャーズ FC のスポンサーとなっていた。また、イギリスのラグビーリーグのクラブ、ブラッドフォードブルズのスポンサーも務めていた。1994年から2002年まで、J リーグクラブである、浦和レッドダイヤモンズのユニフォームスポンサーでもあった。さらに HP に吸収された2003年まで、HP 名義で、スポンサーになっていた。 ウィリアムズ会一チームが BMW のエンジンを採用した2000年から2002年までメインスポンサーを務めた。合併後も HP ブランドで2005年までスポンサードを続けた。ありがとうございます。